どうも、武田真治です。この度は、パーソル、ワークスタイルアワード2020、働いて笑おう、受賞させていただきました。ありがとうございます。これも一重に、健康な体、健やかな心、そして、程よい筋肉がもたらせてくれたのかなと思っています。この受賞の喜びを、筋トレで表してみたいと思うので、皆さんもぜひお付き合いください。ご用意いただくのは、椅子もしくはテーブルのヘリなど安定したものでちょっと手前にスペースがある状況を確認してください。やりたい運動はですね、二の腕の手袋を取ったり、肩こりを軽減させてくれるなんていう運動なのかあるんですが、この椅子のヘリを使った運動です。肘を90度になるまで沈み伸ばしきり、足の位置が遠ければ遠いほど負荷は重くなり近い方が軽くなります。ご自身の体力に合わせて、やってみてください。まずは10回やってみましょう。じんわり温まりますね。これぐらいの運動なら、どんな時でも確認できると思います。そしてやっぱりスクワットをご紹介させてくださいね。人間の体は7割、筋肉は下半身にあると言われています。なので、下半身を動かすことで代謝に体質を手に入れることができ、健康な持ちやすい、体になるのかなと思っています。足を肩幅に開いてお尻を引くように下がっていきます。その時にダニ股にならない、内股にもならない。お尻を引いた時にももが水平になるぐらい、そして上に行った時は上がりきらない。上がりきると骨格の上で休んでしまうんですね。なのでイメージは8割ぐらいなんだと思います。10回やりますが、正しいフォームでやると少ない回数でも、効果が現れるので、きっちりとフォームを意識してやってみてください。せーの、うんうんうん、これぐらいの回数を毎日やると肩が溜まるのがご覧いただけると思います。これからも、健康な体でたくさん働き、たくさん笑って、楽しい人生を、豊かな人生を歩んでいきましょうね。以上、武田真治でした。ありがとうございました。